ほう、いかがお過ごしでしょうか。神梨和也さん、井上義弘さん、栄一パパさん、トトちゃんさん、もやし生活さん、かずささん、みきやくん、YT さん、ひでキンガーさん、りゅんくさん、まっちゃん、ぐんぐんぐんしさん、がわさん、こんばんは。ゼロさん、土星さん、よしとさん、奥行きさん、アイスレモンさん、てん名前がてんさん、ふがーさん、くりぼーさん、しまんちゅさん、フラペチーノさん、スライトさん、かずさん、たかのすけさん、よしひこさん、まころんさん、ポップさん、あつしさん、メタボ3さん、3ってどういうことだろう。3個目の端末で見とるんかな。3窓しとるんことさん、しんじろうさん、みゆらーさん、フラペチーノさん、ロボリンさん、エイコーンさん、ラビュフォさん、メリーさん、タンタンさん、ケントクさんいつまででも読めちゃう。カズさん、サトシさん、タカシンさん、上田さん、ちくわ動物さん、クリーミーさん、広島のタックさん、りょうすけさん、ラームさん、ギリギリミヤちゃん、エビちゃん、牛窓太郎さん、マケドニアンさん、高典さん、キッチンさんグリーンさんいつまででも読めちゃうな。ありがとう皆さん、こんばんは。こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。すごい、なんかみんながこんばんはと言ってくださるのがなんか嬉しい今更改めてありがとうございます。ちょっともう読めないけど、全部は読めないけど、見えてるよ、全部全部見えてるよ。だから月曜日はね、そうね、日曜のこの時間は憂鬱。つなさん、猫のおみくじ当たりか見忘れちゃったけど、どうだった？当たってた？にゃんにゃん、青色大好きさん、山猫坊主さん、よしとさん、カムカムさん、ゆずきちさん、こんばんは。アイスありがとうございます。あれ、なんか画面、あ、びっくりした、画面がね固まってた今。やっほい、ゆういちさんありがとう、こんばんみ、こんばんみ、ヤンカーさん、やっほー、ゆずきちさん、にゃんこにゃんこ、当たりだって。当たりめっちゃ多くない？ほぼ当たりじゃない？みんな当たるやん、いいね、いいね。お、あ、外れ外れか、前生活さん外れちゃったか、どんまいだね、どんまいだにゃん。アイスの当たりを引いたことあると思う、引いたことあるけど、実際に当たってももう一本もらいに行ったことはないかもなんかツイートしよう、ツイートするわよ。
ん？え、こんな日本語あるっけ？こんな日本語あるのかな？私には読めないんだけど、どうしよう。まあいっか。ツイートしました、ツイートしましたわよ。カズさん、ありがとう。虎の大さん、カズさん、アイスいっぱいありがとうございます。ありがとう。バイリンガルさんもありがとう。しゃね、なんて読むんだろう。こんな日本語は私は分からんけど、なんか文字困惑するよね。シェシェセラビック、セラセラセラです。セラなんか英語のさ、授業の時間とかあったよね。アーアーロみたいな、エンみたいな、そういう感じのやつ。セラセラビック。カズさん、アイスいっぱいありがとうございます。ひじかたさん、ありがとうございます。アイマールさんもありがとう。ヤンカーさん、猫ハズレだったくない？え、これで当たってたらごめんにゃん。日本語にはない発音です。ヤマイさん、アイスありがとうございます。ありがとう。トリケロさん、両方当たってたね。強運や、強運の持ち主ですね。素晴らしい。なんか嫌な拍手の仕方。素晴らしい。ボスボスの拍手の仕方、裏もう最なんていうの、一番最後のボスの拍手の仕方です。そう、ラスボス。
そう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 、ラスボスだと思ってた後からさらに出てくる人、そう、それ素晴らしい。ちょっとこれから私これから拍手の時これでいこうかな。これからの人生印象悪いかな。みんなこうやって拍手してる時、私だけあれな、手もねこうじゃなくてこうちょっとこう斜めに叩く。カズサさん、どんまい、どんまい。気まずいな、気まずいな。ちょっと2連続当たりの後の2連続外れはちょっと気まずいな。いいことあるって いいことあるって気まずい慰め方。せっこ長男さん、ありがとうございます。ありがとう。お休みメールを忘れずに送る。お休みメールを忘れずに送るメモ。書いてる。もう写真もね決めてる。メモメモ。カズサさん、アイスありがとうございます。アイス10個ありがとう。愛してるよ。またこれ言ってる。愛してるよ。謎の言葉？あれ？セラビック？セラビックはね、セラビックを作ります今から私。なんか昨日からね、夏に負けつつあるの。非常によろしくないので、セラビック。いい加減うざいかな、いい加減うざいかな。そろそろ普通にやった方がいいかな。シャービックを作ります。でででん。本当は私あのシェリーチェを作ろうと思ってたんだけど、どこ探してもなくて初めて買った。お初にお目にかかるということでのシャービック、ちょうど同じコーナーにあってさ、
見たら凍るじゃんっていうことが分かったので、そうこちらシェリーチェっていうのね、なんかあったんですけど、去年とかはあのフルーチェのアイスバージョン、シャーベットバージョンみたいなやつがあったんだけど、なんか今年見かけなくて、こちらを買ってみました。みんな食べたことある？めっちゃね、昔から歴史が長いっぽい。シャービック、お、子供の頃食べた？昔作った？じゃあいいじゃん、懐かしい懐かしい懐かしく食べよう懐かしく食べよう。いちご味があった、メロン味もあったけど、いちごにいたしました。私、みんなどっちが好きなの？あ、案件ではございませんハッシュタグ PR ではございません。あ、いちごなん？なんかいちご人気やね。へえ。あ、メロン派もいるね。メロン、CM 出るの？じゃあちょっとスクショタイムしとこうみんなみんな拡散してね そう、ちょうどねアイスのイベントもやってるし、今アイス募集中なのでぴったりと思って買っちゃったよ、買っちゃったよ。今6位だって。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そう、今日は固まらん、今日は食べれんね、もう夜やしね。作って固める。けんちゃんアイスありがとう。金属音の時刻タイムがまた来るのかあ、かもしれんね、かもしれんね。でもちゃんとね、今回はこれ、前回 これで待ててないから、あ、でも逆にこっちの方がカシャカシャ言うかも。末っ子長男さん、アイスありがとうございます。タンタンタヌキさん、青色大好きさんもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますこれはアイスなのかシャーベットアイスなのかな。分からんけど。お疲れさん、ビルマさん、ありがとうございます。明日の朝食べるのかなってうん、疲れさん、いっぱいありがとう。そう、ヘッドホン注意よ、みんな。ヘッドキティさん、ありがとうございます。ということで、作っていく前に一旦 CM です。
旦 CM を挟みます。チャラララララ、元気の源せやからメール何かダサいなさやかりんから毎日メールが届くよ。ピロリン、あれ、なんかログインできない。ちょっと待って、なんで。うん、いけた。これで今日からあなたも聖火輪沼のカエルだ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。作業中、作業中にいっぱいありがとうございます。お疲れさん、ありがとう。カズさんもありがとう。青色大好きさんもありがとうございます。CM 中にありがとう。 CM 明け、じゃ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 ん。せっか長男さん、アイス10個ありがとうございます。愛してるよちゃんと言った、はい、愛してるよはもうだんだんうざいかと思ってちゃんと言った。アイスしてるよ。あ、忘れてた、そう作るんです作らーった。はじめまして、シャービック。美味しいかな。なんかさっきさ、最近料理配信多くて、おいいねみたいなコメントくれてたけどね、多分料理って言わんねこれ料理って言わんな、言わないな。魔法の粉を用意します。
してボウルに入れて 400ml を少しずつ加えながらよく溶かします。任せて任せていやこれはお菓子づくこれ大丈夫かな。得意料理はカップ麺ですって言ってるようなものだけど、オープン。粉が舞った。おお、あ、美味しい美味しい、あ、美味しい、めっちゃ美味しいあ、めっちゃ美味しいじゃん。うん、まっ、うん、まっテンション上がってる。末っ子長男さん、アッキーさん、ありがとう。もう美味しい。もうずっと私ここにいたいもうずっとここにいたい。もうずっとここにいよう。なんかね、いちごのチョコみたいな匂いがするの。うんまっうんまっ、うん、いちごのチョコですね。甘い香りがします。だってこれ水に溶かしちゃったらこの香りが薄まっちゃいそう。いや、美味しい美味しい危ない人になってる。あ、作ろうかな作ろうかな作らなくていいんじゃないって。そんな気もする。もう美味しいもん、満足しちゃったけど。作ります、作ります。粉を入れました。なんか私をなんかデジャブを感じる。私よくなんかいつもこれしてる気がする。粉を入れて水で混ぜるあれ、なんか杏仁豆腐もだったし、フルーチも、あ、なんかデジャブを感じるけど、きっと気のせいでしょう。お水ですね。お水ですね。でも忘れないでいただきたいのは、私の高校生とかの特技は、特技というか趣味はお菓子作りだったということです。ゆずきちさん、愛してるよ。愛してるよ。愛してるよってさ、まあ、言うこともうほぼほぼないじゃないですか。愛してるよ、愛してるよ。だからイントネーションがよくわかんない。はい、アイスしてるよ。母ケロさんのアシスタントはね、全然1ミリもついてなかったよ。本当に全部一人で作ってたよ。タルトとかクッキーとかケーキとか。だから作ろうと思ったら作れる作ろうと思ったら作れるんだからね作ろうと思ったら作れるんだからね ちょっとずつ入れるんだって。でもそんなにカシャカシャタイム入ります。よ、あんま、いい匂いがする、いい匂いがする。あ、でもなんかもう薄まってきちゃった。あ、いい匂いがする
この前より全然起こせんね。妻さん、かわいいギフトありがとうございます。確かにピンク、いちご、いちごはかわいいね。ヤンカーさん、アイスありがとうございます。ありがとう。200混ぜた。200ミリリットル混ぜ終わりましたが、もう200ミリリットル混ぜようと、水を文法がぐちゃぐちゃでしたね。もう200ミリリットル混ぜようと水を思う私。困惑。さやか困惑。ホイウォーター。あ、ね、牛乳とかでも美味しいみたいなこと書いてたけど、水にしちゃったわ。もうめんどくさいので全部入れちゃったわ。思ったよりも量がいっぱいで怖い。今これがひっくり返って私に降り注いできたら泣きます。泣きます。いちご、うん、ほんといちごミルクみたい。よいしょ。ということで、え、こんな、え、あ、もうびっくり、え、合ってるはずだよ。こんな多かったっけって、もしびっくりした。え、うん、400だから2杯だよ。え、みんなイヤホンヘッドホンをお使いの方、もう安心してください。もうカシャカシャタイムは終わりました。カシャカシャタイムは終わりました。安心してください。そしてこれを氷に入れていく。よいしょ。氷皿に入れていきます。混ざってるよね。おー、肝心なところは見せないという。おーおー、こうしかないからもっとなんか違うことを言った方がいいのかな。わあ。
れ終わりました。入れ終わりました。出来上がったものがこちらになります。出来上がったものがこちら。なんか白飛びしてませんか？なんか全然見えてません。見えてるの？白飛びしておりますわ。こちらにでございます。これをこぼさないように私は。あ、でもちょっと自撮りがしたい。でもスマホ、私のスマホは？お、メンバーランキング5位になってる。ありがとう。ありがとう。みんな、アイスしてるよ。自撮りがしたいわ。ちなみに今日は私の似合わない髪型ランキング栄えある1位のハーフツインを、違う、ハーフアップをしております。よし、こちらおそらくメールなどで送ります。はじめまして、はじめまして、どうも、 STU48 2期生です。さやかりんです。あるたくん、アイスありがとう。スライトさん、にゃんこ、今どうだったっけ、当たった？当たってた？ヤンカーさん、アイスありがとう。タカタン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 。ワイリンガルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハーフアップありがとうございます。褒めてくださって。あ、外れちゃったの。いいことあるって。ドンマイ、ドンマイとさ、いいことあるってってどっちの方が言われてさ嬉しいのかな。1位がハーフアップで、2位がポニーテールで、3位が太めの巻き髪。いやなランキングがね、似合わないランキングです。こちら、でも逆に何だろう、一番安定で、安定は網おろし、網たらしです。ですは。いいことあるっては、もう無責任。まあ確かにね、確かにね、なんかすごい辛い時にさ、でもね、大丈夫だよ、これからの人生絶対いいこともあるから、あるってって言われてもさ、いやでも今がこんなに辛いんだよってなるよね。ごめん、じゃあ私は無責任な発言をしちゃった。じゃあいいことはないかもしれない。これも違うよね、難しいね、難しいね。
それでねいいことはないかもしれない。でもでも人生ってそんなものじゃんって言われるのもさ辛いよね。なんて言うのが一番の正解なんだろうね。何も言わなくていいのではって。確かに人って そっとされて一人になって考えるのが一番いいっていう人もねいるからね。カレーさん、アイスいっぱいありがとうございます。愛してるよアイス、アイスしかない。なんかしっくりくるのを見つけたいな。アイス、私の愛する気持ちは本物だよ。なんか臭いかな。諸行無常ですな。諸行無常だよ。世の中は何事も全てが移り変わっていくものだから、今だけを、今だけにとらわれないで。っていうのはどう？ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。タン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 。たけさんありがとう。かずささん、私は愛することしかできないけど、それでもいいですか？いいんじゃない？アイス大喜利になってくる。冷やしてくるね。まだ冷やしてないの。で、余っちゃった。余っちゃったやつめっちゃあるんだけどね。これはこのまま冷やしたらさどうなるんだろう。カチコチの食べれなくなっちゃうかな。冷やしてきますわ。え、一気にさ2個運ぶのってさリスク高いかな。ひっくり返っちゃうかな。どう思います？いけると思います？リスキーかしら。よいしょと言いながら私は、よいし
シャ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 、ヘイヘイヘイ、よいしょ、ただいま、大成功、大成功、私は打ち勝ちました。2つ同時に運ぶリスクに無事生還。おかえりん、おかえりん、おかえりん、おかえりんか、ただいまりん、ただいまりん、ただいまりりん、いっこさんありがとう、アイスありがとう、無事成功、ゆっきーさんもありがとう、ちゃんと美味しく凍ってねって、美味しく凍ってくれよって言ってきたので頑張ってくれると思う。みっちゃんアイス10個ありがとうございます。アイス、アイス、みっちゃんを愛す気持ちは世界の誰にも負けないよ。です。生活さん、ハズレ、きっと人生辛いこともいっぱいあると思う。私は一概に、私は何も無責任にきっといいことがあるなんて言えないけど、でも私が少しでも幸せを届けれたらいいなって思うし、支えれたらいいなって思うから、うん、私がいることを忘れないでほしい。重っなんかこんなに言われちゃったら逆になんか悲しくなっちゃう、余計辛くなりました、ごめんね。ごめんね、あー、ハズレかぐらいで住むところを住むところをさ、ごめん。あ、なんか違う。いっこさんありがとう、カズさんアイスいっぱいありがとうございます、アイス、ヤンカーさんもありがとう、カズさんいっぱいありがとう、なんか重い、なんか重いって、重かりって言われてる。お水を飲みますわ。失礼いたしました。楽観主義者なのかどうかわからんなって、楽観主義者だと思う。どうなんだろう、自分じゃわからんよね。自分じゃわからんよね。サヤカリンの人生観って何なんだろうって、深い話になりそうだって。そうよ、そんな軽々しくね、そういう話をしたら私はすごいすごい深いとこまで行っちゃうよ。
まあいっかって考えられるタイプかどうか。まあいっか。でもね、そういう時もある。日によるかな。なんかいろいろさ、なんか悩んでてさ、でもお風呂とか入ったらさ、上がった頃にはなんかまあいっかって考えても仕方がないことを悩んでも仕方ないし、まあいっかってなる時もある。なるよ。じゃない時もあるよ。ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。え、みんなもそうじゃないの？どうなんだろう。そのものの気分次第。寝たら大体リセットできる。そういう時もあるね。そういう時もあるし、寝たらなんか私は重く考え込みすぎていたのかもしれない。すごい新しい朝だってなる時もあるし、起きた瞬間からあ、もうダメだあ、絶望だって時もあるよ日によるな。日によりますわ。金蘭さん、ありがとうございます。アイス、ありがとうございます。そう、諸行無常。あれ、さっき諸行無常だっけ。諸行無常なのでね、何事も。そう、でもその今にとらわれないようにいきましょう。何事も。すごいね、人に影響されやすいとかはあるかも。私なんか自分のこととかじゃなくても、すごいその気持ちを感化されがちかも。良くも悪くも。飲むヨーグルトとかでも作れる。飲むヨーグルトの場合は分離することがありますって。でもそれでも作れるってことかな。絶対美味しいやん。絶対美味しいやん。
PS5 とか買わないようにって。気をつける、気をつけるよ、気をつけるよ。買わないと思う。でもツボはそんな飾らないかな、ツボは飾らないかな。そう、聞いてほしい。今日ね、歩いてたらまたね、なんか虫私なんか虫に遭遇しがちかもしれん。なんでだろう、いた虫がいてさ、私が足を踏み出そうとした場所になんかドゥドゥって走っててさ、うおーってなった今回はそんな、なんか変なステップはね踏まなかったけど、傍から見て変な感じではなかったけど、でもすごい一瞬飛び上がった。うん、え、G じゃな、でも G っぽくなかった、なんかね G っぽくなかったよ、なんか、なんかでも言葉にしたくないけど、なんか G ではなかった気がする。ダンゴムシのなんかすごい大きくて白透明白っぽいバージョンみたいなやつ、何の虫なんだろうあれ、が通ったんです私の足を踏み出そうとした場所に。ちょっとテンションまた下がっちゃったよね、素早かった。でも踏まなかったのでまあよかった。何なんだろう、そんな幼虫じゃないよ、カイコじゃないよ違います、悲しいことはこれじゃないです悲しいこともあれじゃん悲しいこと認定ゆるすぎでしょ。そうよ、何の虫なんだろう、あんま調べたくもないけどね。クロクロスケ、オウム、オウムかもしれん、オウムのちっちゃいバージョンでした。検索せんどこ、検索しません。目が青かったって、ちょっとそこまではねはっきり見えなかったんだけど、ラン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 。あ、もうそう思う。ウォームだったんだなあれは。ラン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 。よいしょ。あの映画見に行きたい私。なんだっけ題名、ジブリ映画の最新のやつ見に行きたいと思ってる。君たちはどう生きるか、行きたい。あ、昨日見てきた。え、君堂って訳すの君堂って訳すんだ。やすさんありがとう。宣伝しないことが宣伝になってる。おー、宣伝してないやつ
公開されたの最いつ公開だっけ、まだ間もないよね。じゃあまだまだあるか。全然私どんな内容かなのかとかも何にもあんま知らないけど、行きたいなと思っております。サーヤンとアイコジ誘ってみるってこの前映画館映画に行った面々2回行ったけど面白かったよって。もう2回も行ったの。おお、いいね。沖さん見に行ったみたい。見た見た見た、ツイート見た。ツイートだっけ、ツイート見たよ。何も知らないで映画見るっていうのが今難しいから何も入れずにどうぞ。確かにね、分かった。でも何にも入れずに行く。私何にも、もう題名とあのポスターのあのなんだろう、あのポスター、あの絵、白っぽい絵の鳥の絵しかもう知らずに行こう。最後に見た映画だからコナンかな、1ヶ月前ぐらい。上演時間は入れていく入れていくよ。でもさ、もう今ぐらいの時ってまだ多分上映始まってからまだ全然経ってないから入れていかなくてもね、ありそうだけど。さすがに上演時間は入れていこう。ダン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 。とかね、ノーネームさんありがとう、アイスありがとう。そうよ、油断してたらね、月日が経つのは早いからね。気づいたら、えもう平日の9時からしかやってないんだけどみたいなことになっちゃうから。逆にもう夜しかやってないんだみたいな。タワーのお礼をさせていただきたいです。タワーのお礼をさせていただきたいです。私タタタン、カズサさんありがタワーでした。ありがとう、ありがタワーでした。ビーチフラミンゴありがタワーです。色鉛筆で描くのに最近ハマった。ありがたわー。白飛びしちゃってるか、遅くなっちゃって申し訳ない。ありがとう。夏を楽しみましょう。そして見てくださってるかな、どうだろう。2歳さんありがとうございました。
アリガタワーでした。STU タワー。ありがとう。ありがとうございました。いらっしゃるかな。パチ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 。ありがとう。ということで、お礼させていただきました。消せないからいいねって確かに消せないのは残念、消せないのは残念。ですが、まあ、紙もね、破り捨てることはできるんですけど、それはちょっとなんかあれじゃん、怖いからやめとく。え、さやかりん大丈夫？なんか悩み事あるのってどうしたのってちょっとかなり怖い映像になりそうなのでやめとく。なんか怒ってるってえ、自分嫌われてるみたいな感じになりそうなのでやめとこう。ストレス溜まってるの。そんなことはしません、そんなことはいたしませんわ。心配になる。という感じで、じゃあ今日はここら辺で終わろうかしらん。終わろうかしらん。ファイリンガルさん、アイスありがとうございます。今日もね、お疲れ様でした皆さん。お疲れ様でした。あ、お疲れん今来たところって、お疲れんでした。しんたんたんさん、ありがとう。日曜日お疲れん。明日からまた1週間始まりますが、一緒に暑さに負けずに頑張りましょう。来週はもうね、ツアーに向けての追い込みっていう感じなので、私も気合を入れて頑張りますという感じの1週間にします。1週間になりそう。共に生き延びましょう頑張りということで何でもリンが疲れ出した。レッスンリンって頑張るよ。みんなもね、無理せず頑張ってください。人生応援してます。私がいることを忘れないでください。辛い時は、悲しい時も。テロップ何にしよう。テロップは、テロップ
ということで壇上を読ませていただこうと思います。しんたんたんさんありがとう。ドダダン13位ヒューガヒャンさんありがとうございます。12位スライトさんありがとうございます。11位みっちゃんありがとうございます。10位ヤンカーさんありがとうございます。9位ツナさんありがとうございます。8位ヤマイさんありがとうございます。7位もやし生活さんありがとうございます。6位カズさんさやかに楽しいありがとうございます。5位ゆずきちさんありがとうございます。あ4位スイック長男さんありがとうございます。態度悪いのでやめよう。3位トリケロさんありがとうございます。2位おつかれさんありがとうございます。そして1位かずささんありがとうございます。パチ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 ちょっと態度悪いな。そして40番下大吉の方はジャマンドマーガリンさんです。おめでとうございます。パチ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 やだなちょっとやだな。ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日の朝、いや私はまだ何とも言ってないから何とも言ってない、何とも言及はしてないということは、ちょっと何とも言及はしてない、何とも言ってないよ。何とも言ってないけどね、言ってないけどねって感じです。うん、ちょっとできるだけ早起き頑張りますので、気長に気楽にお待ちくださいね。月曜日一緒に頑張りましょう。そうよ、私は保険かけかけで行かせていただくので、いや5時はないかな、5時はないかな、かけかけで行かせていただきますわ。ということでね、じゃあ皆さんおやすみなさーい、おやすみなさーい。ゆっくり休んでね、暑いのでクーラー扇風機など使いつつゆっくりとお休みください。バイバイ、じゃあね。お疲れ様です。バイバーイ、ありがとう。